今日はヘアアレンジ前回切ってもらったので、早くちょっと待って、見せちょっと始めない、せっかち、ちょっと待って。いや、でも全部内巻きにしかしてないよ。あ、そう、私もそう。最近あんまりグリグリ巻くことってないじゃない？ないよ、もう大きいアイロンで。これ何センチですか？38のアイロンで全部内巻きにしてくれば終わっちゃうから。最後オイルをつけるとかね。どのくらいをつけた方がいいのか教えて。サイドはもう1、これ2ですよね。この時にさっき切ってた、おくれぎちゃん、もう一緒に巻き込むことが大事。これさ、すごい今1秒ぐらいしか巻いてなかったよね、うん、で、温度をぐっと上げてます、うん、もうあと200度近く。ああ、だから短くいい。そうそうそう。で、逆にあの怖いって思うかもしれないんだけど、痛みとか、うん、あのね、短時間の方がいいと思います。ああ、そうそう、10分で、そうそうそう、そう、時間かけるよりも。さ、なるほど、うん、と思うよ。200なんだ。もう後ろね、うん、こうやって前にこうぐっと持っていくじゃん、うんうん、自分でクッと丸めるでしょ、うん、で離す、うん、これだけ早っ、まあ、このカットはね便利だよね。それでも決まっちゃうから。そうなの、レイヤーになるとね、うん、毛束をちゃんと巻き込まないとちょっと折れた感じになっちゃうから、うんうん、気をつけないとってなるんだけど。長くてもね。まあ、確かに長いと内巻き一発じゃ済まないもんね、うん、サイドはさっきの2つですね。じゃあもう5回、6回ぐらいしかしてない。ね、ちゃんとカールつけなきゃと思わなくていいかも。うんうんうん、それが多分大事かも。みんな2人もやっちゃうと重くなっちゃうから、うん、なんとなく毛先が丸まったかなぐらい、うん、見ててくれて、ちょうどいい。ほら、もうこれでおしまいですよ。あとはもう前髪ですよ。前髪、小島さんすっごい上手じゃないですか。やってみる？やる、ね、前髪はね、小島さんなんですよ。これでみんな見ててください。ストレートですね、ストレートあれば。いや、ほんとこれで終わり。一緒だった。一緒だった。一回です。一回です。で、オイルをつけて、オイルとこのワックスを混ぜます。へー、私オイルだけにするけど、ワックスってやっぱ必要なんだ。あの、乾いちゃうでしょ。うんうんうん、あの体の状態とか顔の人もオイルだけでちょっとこう揮発性あるから乾いてるんで、うん、これちょっとワックスをうまく使ってもらうと乾かない。なるほど。で、全体をこうウェットにするのってめっちゃ難しいじゃん、うん、そう、一部だけとかなっちゃう。だからこれは全体にこれつけるんだけど、うん、表面とこのサイドをしっかりとウェット感出して、で、最後前髪こうやってつまむんですよ、うんうんうん、つまむんだ、うん、前髪ベタっていっちゃうと、そうそうそう、せっかくふわっとさせたのに、うん、なんかこう、どこ行ったみたいな感じ。お風呂入ってない。そう、お風呂入ってないから、こいつみたいなさ。ほら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 、うんうんうん、どうよこれ。いいね、洒落てる、洒落てる、おしゃれさん。ね、洒落てるね、おしゃれさん。いいね。でさ、出た出たすごい見せてる。リング合ってないけど、これ何色ですか？テラコッタ。テラコッタいいね。テラコッタ、こういうなんかさ、春だとピンクとかつけるイメージだな。いやいや、ウエスタンブーツ履いてくれてるからですよ。そうそう、ウエスタンブーツ履いてる人にピンクはつけられない。そう、うん、ありがたい。これはおしゃれよ。あれってもうどうした、いつもの小島とちょっと違うぞみたいな。なんか秋とかに、夏ぐらいにこういう色を使いがちだけど、うん、春に持ってくるっておしゃれ。ちょっと動かす、うん、決まったでしょ。すごい、すごい。これ本当に視聴者見たいの、これ。こんな簡単なアレンジが見たいの。なんかね、やっぱ質問ですごいもらうので、ヘアアレンジと巻き髪でもしてないからなと思って今まで出さなかったの。内巻きだもんね。そうなんだけど、こういうことっていうことを見せれて嬉しい、うん、これ50万が大事だよ。50万、伸びろ。あ、ヘアオイルね。もうオイルとワックスはマジで&B です、これ。他のオイル使
使っても乾くじゃん、うんうん、これ乾きにくいもん。これって、うん、ヘア以外にも顔にも使える。イエスオブコース、イエスオブコース、小田和正宣伝プラス親父ギャグでもガッと下がっちゃって今ので本当でも本当にいいよね。いいでしょ。私もで、うん、ワックスさ、普通だと油臭くなるんだけど、これね、臭くならない。ね、うん、そんな感じで完成。もう可愛い。できました。おしゃれ。ありがとうございました。ありがとうございました。めっちゃいい。ちょっとこれで春が過ごせそうね。ということで、河北さんの YouTube の方でもなんかいろいろ話をして雑談雑談しますメイクについていろいろ二人で話してるので、はい、ぜひそちらもチェックしてください。はい、ということでありがとうございます。ありがとうございましたこれであなたもニャンミギー最後まで見てくれてありがとうございます。よかったらチャンネル登録とグッドボタン押してね。